ここからはボディのカットしていきたいと思います。カットするにはカットラインがありますので、こちらのですねホイールアーチ、それからフロントバンパー等ですね、カットラインに沿ってこれからカットしていきます。それではまず直線バサミでボディカットしていきますが、まずはこちらですね、余計な出ている部分を先にカットしていきます。そうすることでボディカットラインへのアプローチがしやすくなります。この余計な部分をカットしていきます。もう基本的にここの余計な部分はですね、そこまで切り方気にしなくても、まずはこの出ている部分をていくというところで、そこまで慎重にならなくても大丈夫です。次にここからはですね、まっすぐ切っていくのに慎重になっていくんですけれども、今回はすべて直線のハサミ、それから曲線のハサミ、この2つでボディをカットしていきたいと思います。しっかりカットラインを切る前に確認してからいきたいと思います。このラインですね、今完全に最終的なカットラインの一歩手前でカットいたしました。これはもう今メインのカットライン切っております。結構ボディも薄い部分と厚い部分ありますので、そこら辺ですね気をつけながらカットしていきます。現在サイドの部分はほぼカットラインで切るようにしておりまして、フロントの部分はですねまだちょっとカットラインから余白残しながら、ハサミが入りやすいようにホイールアーチのところですね、ちょっとこう切り欠きをしてあげると、そのままですねハサミをまっすぐ入れやすくなります。一気に行かずに徐々にやっていくことがポイントとなりますので、最初は慣れていないとですねまっすぐ切るのも難しいので、徐々にメインのカットラインに近づけるということを心がけて切るようにしていただければと思います。横、それからフロントバンパーのところは切れましたので、ホイールアーチとあとリア部分を曲線バサミでカットしていきたいと思います。ホイールアーチはこの曲線バサミがすごく便利です。曲線のハサミですとこのホイールアーチですね、ラウンドしている部分めちゃくちゃ切りにくいです。切っていくたびにギザギザになってしまいます。それがですねこの先がちょっとラウンドしているタイプですね、こちらの曲線バサミを使うことによってホイールアーチをきれいにカットすることができます。それではカットしていきます。こちらはですね線に沿ってちょっともうボディもこう向きを変えていきながら、こうホイールアーチを切っていきます。そうするとこのような形でですね、きれいなホイールアーチカットすることができます。ポイントはボディをこう傾けていく、そうすることでホイールアーチですね、きれいに切れると思います。続きまして最後ですね、この後ろの部分ですね、こちらも直線のハサミでカットしていくのは結構難しいので、曲線バサミでカットしていきたいと思います。これで、サイドから後ろですねホイールアーチまで、切ることができました。そしてですねちょっとこの角出っ張ってる部分危ないので、気持ちいいですね、こういうところ角を丸める、
そうすることで、まあ、ボディが引っかかった時のですね、破損とかも回避できると思います。これでですね、ボディのカット出来上がりました。はい、続きましてですね、ボディ大体カットライン通りですね、サイド、それからホイールアーチの部分カットできましたので、ここからはボディ装着していきます。その前にですね、この表面のですね、保護フィルムを取ってから、こちらですね、ボディリーマーという工具で穴を開けていく作業を行っていきます。保護シート、保護フィルムを剥がしていきたいと思います。この端の部分からですね、ちょっと爪で引っかいてもらうと剥がれてくるんですけども、ちょっと剥がれたらここからですね、もうどん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 剥がしていきます。こちらを取っていただくと表面ピカピカの表面が出てきます。ここから次にこちらボディリーマーというものを使いまして、目印のところを見ていただきまして、穴を開けていきたいと思います。こちらですね、最初はこれぐらいですね、小さい穴から4箇所開けていただきまして、最後にですね、大きい穴を開けていければいいかなと思っております。でここから今この開けた位置がだいたい合っているのかなというのだけは今この時点で確認していただきまして、4点ですね、ボディマウントの位置、合う位置を確認しております。4点ですね、ボディマウントの位置、合うことを確認して、最後大きい穴ですね、開けていきます。だいたいこのボディマウントの太さが5ミリの太さですので、この目印、目盛りの5のところあたりを目指して穴を開けていきます。そして再びですね、ボディマウントの位置を確認して、穴の大きさを確認しながらですね、ちょっと穴が小さいところは再度ボディリーマーを使って穴を広げていきます。ポイントとしては、このボディリーマーがかなり切れるので、思いっきり最初から深く入れてしまうといきなり大きい穴が開いてしまいますので、そこは注意が必要となります。これで穴開けは完成となります。